はい、今回は横浜市にある神隠し公園に行っています。神隠しって名前がちょっと変わってますよね。ここが神隠し公園です。神隠し、名前は変わってますよね。場所はね、ここですね。ちょうどここ小さな公園ですね。物置が開かないよ。開かない。日曜日なのに誰もいない。遊具がこれだけですね。とりあえずあるみたいな感じ。他はない。犬糞はお持ち帰りください。西部町会。ここが神隠し公園なんですけど、どうでしょうかね。ここで遊んでたら本当に神隠しに遭ってしまうのか、疑問ですよね。なんか雰囲気的に影になってるっていうか、木がこう大きい木がたくさんあるから、ちょっと開けてない分ちょっと暗いイメージありますよね。遊具で遊ぶときのお約束。ここにも書いてるのかな。神隠し公園書いてる。ここに書いてる。はい、ということで、ね、ここが神隠し公園ですね。名前がやっぱり変わってますよね。
って雰囲気もありますよね。